皆さんこんにちは。あ、おはようございますおはようございます、今日からですね、新コーナープラチナエイジクラブを担当させていただきます勝俣優希です。じゃあセダンはおはようございます。なんか素敵な音楽でスタートしましたね。これコーナーのタイトルの、はい、はい、プラチナエイジクラブにちなみましてといいますか、私と同世代の、大江めぐみさんという方はですね、ジャズカバーをしている大好きな私のロマン飛行ですね。本当だ、ロマン飛行なんです。英語ジャズカバーなのでちょっとゆっくり聴いてないとわからないかもしれないんですけど、素敵な曲ですね。大好きなので、ね、素敵な BGM に乗せて、はい、お届けしてまいりたいと思います。今日1回目ですね、コーナーね、はい、よろしくお願いします、はい。この、プラチナエイジクラブは最も輝けるはずのプラチナエイジ、遠慮してたらもったいない、本当のお楽しみはこれからですよということで、私がですね、好奇心旺盛な、まだまだアラフィフ間もなくなんですけれども知っている好奇心旺盛な私がですね興味を持った体験ものとかお試しものの中から40代50代60代のプラチナエイジの皆様におすすめしたいとか知ってもらいたい、アンチエイジングアクティブエイジング情報とかですね、私の一目惚れものを紹介させていただくコーナーさせていただきたいと思います。はい、楽しみです。はい、はい、なんかこうエイジングっていうと、道下さんイメージ的にはどうですか。なんかまあ加齢っていうところですけどね。いやいやいや、もうほらなんかいろいろほら線とか模様とかさ、いろいろだからそういうのちょっとね、見えないように目立たないようになんかこう女の人が頑張ったりとか、ね、あとやっぱり年齢って物理的な年齢だけじゃなくて、ね、なんかその人の持ってるものっていうのがあるから、そうですね、はい、見た目年齢っていうかな、そういうのをちょっと上げていこうっていう、そんな感じ、イメージ。そうですね、はい、私もどなたかが言ってたんですけども、年齢って数字なんですよ、単なる数字。あ、なので、はい、結局気持ちの持ちようだったりとか、お前の環境だったりとか、チャレンジとかで、どんどん、まあ年も重ねられるし若くもできるっていうことで、まあ、人生にこれが正解っていうのは絶対ないと思うんですよ。なので、楽しみたいように楽しんでいただきながら、もっともっとエイジングを、豊かにしていっていただけたらという情報をお伝えできたらなと思っています。楽しみですね。で、私が主催しているシニアサークルアイビーでもですね、食事会を中心にした交流会をしておりまして、やっぱり私自身が食事をしたり飲んだりみんなで喋ったりでちょっとストレス解消できたり、新しい方とお話しながら刺激を受けたりっていうので、結構ねエイジングです、アンチエイジングになったりとかするので、ぜひそういう割といろんなところで交流会あると思うので、積極的に出ていっていただきながら、はい、楽しい人生を送っていただきながら、プラチナエイジを楽しんでいただけたらと、やっぱり出ていくことってすごく大事よね。大事だと思うんですよ ね。なんかこう頭だけで考えずに、まず出ていってみるっていうと、何か犬も歩けばゴールに当たるじゃないですけどね。わかるわかる、何か新しいものがつかめるかなというふうに思いまして、はい、そろそろゴールデンウィークですけれども、はい、はい、なんか予定は道枝さんありますか。道枝はね、人がお休みの時に繁忙期でございまして。そうでした、もうお休みしないんですよ。素晴らしい。やっぱりそういうお仕事柄もあると思うんですけども。そうなんですね、結構たくさんの方はゆっくりお休みになれる時期だと思うんですね、でものんびりするのも大切かもしれないんですけども、あえてここでお出かけしたり、普段できないことにチャレンジしたり、アクティブに過ごしていきたいなというところなんですけども、その中で思い切り楽しむには元気であったり健康であったりっていうのがすごく大事だと思うんですね、ということで今回の経験ものとしてですね、私が紹介させていただくのは、台湾発の弱石リフレクソロジー、リフレクソロジー、はい、リフレクソロジーのイメージは、道枝さんはどんな感じですか。知ってる知ってる、自分でもやってもらったことがあるし、はいはい、足のツボとかそういうリンパとかそういう、そうですね、やってね、はい、ね、やっていただくと気持ちいいですよ、痛気持ちいいみたいな。最高です、大好きです。そうですよね、私もお友達が、
中島和子さんがですね、着席リフレクソロジーのサロンを始められまして、青山で足から健康というサロン名でスタートされたので、早速体験に行ってみたんですね、で中島さんがですね、なんとご自身が子宮筋腫を患われてらっしゃって、でたまたまその時に手にした書籍に着席リフレクソロジーをで治った、がんが治ったっていうことが書いてあったらしくて、そして見よう見まねで押してみたら3ヶ月間通院しても治らなかったその子宮筋腫はですね、足もみ自分で2ヶ月弱で改善されたっていう、そうなんですよ。そのぐらい自分自身でこう体験したことで、やっぱりリフレクソロジーっていいんだっていうことですね、サロンを始められたんですけれども、なんかやっぱりあの免疫をね本当に上げていったりとか、そうですね、体を自分の体を強くするっていう、病気に負けない体を作るっていうところがすごく有効だって聞いたことがある。そうですよね、しかもあの彼女もそうなんですけれども、自分でできるんですよね。プロの方にやってもらわないと できないとか、専門の方が絶対必要とかじゃなくて、例えば本を買ってここが何に効くっていうのを大体書いてある内容を自分で押してみると、なんとなんと改善されていくということで、さらにその中島さんのお母様がですね、あの余命4ヶ月の宣告された肺がんだったらしいんですけれども、彼女があの3ヶ月ほどでその足もみを進めて自分でやっているうちに進行を止めたっていうですね、がんもあの改善してしまうっていうですね、すごい効果があるということで、そんなこともあるんだね。そうなんですよ、単純に気持ちも大切ですし、やっぱりこう毎日使ってる体の機能なので、絶対あのなんていうかな、若干疲れたり衰えたりはしてると思うんですよね。なので少しずつ自分で覚えて、やっていくうちに健康をキープすることができたり、あの、まあ、もっともっと元気になんかもっとここの機能を強化しようと思えばそこもできるっていうのが、自分自身でできるというところがすごいなというふうに私も思いまして、でプロでなくてもできるということで、中島さん自身も自分で簡単にできる足もみ教室も開催されていらっしゃるんですよね。そうなんだ、なので、まあ、サロンに行くのも大切なんですけども、やっぱり毎回毎回サロンに行って、結構なあの、まあ、経済的に余裕がある方はいいんですけどもねなかなかね、他のことにもお金使いたいじゃないですかね。そうですね、女はやっぱりですからね、はい、でもやっぱり健康で若々しくいたいというところで、自分で、お薬とか医療に頼らずに自分の健康は自分で守ろうということを提唱されているので、ぜひぜひこれを機会にですね、あの経験してみてはいかがかなと思いまして、はい、皆さんにサロン情報、はい、着席リフレクソロジー、難しいよねリフレクソロジーですね、足から健康ですね、はい、女の中島和子さんがやってらっしゃいます、足から健康中島和子さん、あ、Facebook も彼女されてるんで、はい、中島和子さんで Facebook で検索されてみてはいかがでしょうか、はい、はい、いいですね、はいはい、そして私のシニアサークルアイビーもですね、はい、5月に向けましてイベントを盛りだくさんにしております、はい、これから暖かくなるからね、はい、外に出やすくなるし、そうですね、出かけていっていただくっていうことがまず大切だと思いますので、はい、食事って一人で食べるのもちょっとね、味気なかったりとか、いやそう、あのさっきの話じゃなきゃ、何でも、はい、やっぱりね、人と何かをすることで活性化されたりする、ね、意識も細胞も、ね、したりもしますからね、はい、なので全く新しい方と交流するって、本当に刺激になるんですよね。そうそう、知らないことをこうお話ししたり、いろんな情報を得ることもできるし、まあ、同じ趣味の方に新しく出会ったりとかっていうですね、こともできるので、ぜひぜひいろんな交流会に出かけていただけたらと思います。そういうことをこういろいろアレンジしてくださって提供してくださるのが、はい、ね、シニアサークルアイビーでございます、だよね、はい、自分でこう情報を例えば取って何かね、探していきましょうとか、はい、っていうのはもうなかなか、確かに私もそうなんだけど億劫でね。そうですよね、でしかもどんなサークルなのとか、一回行ってみて大丈夫っていう不安もいっぱいあると思うので、まあ、私のこんなキャラがやってます気軽に来ていただけると思います特にですね、男性の方若干ちょっと寂しいな、あんまりこう出てくっていう気持ちが若干こう控えめな方が多いので、うん、そうかもしれないね、意外と女性の方が行ってみようかなっていう感じの方多いんですよね、で男性の方にですね、こんな私がいますので気
気軽に来ていただければ何回も言うでも大事よね、そのムードメーカーの存在って。そうですね、すごく大事だ。ちょっと話せる人が欲しいっていうところだと思うので、ちょっと話せる人がいますので、たくさん、はい、私以外にももちろんあの女性の方たくさん話し方いらっしゃいますのでぜひぜひご参加いただければと思います。いいね、はい、これから季節も本当に良くなりますのでね、はい、そう、さっき の, あのリフレクソロジーのお話もそうですけれども、はい、ちょっと知ってるとね、あの自分でもできること。そうなんですよ。あのもちろんお医者様でないとできないことっていうのもあって、はい、ね、あのリフレクソロジーあ、まあ、リフレクソロジーって医療行為ではないから。そうなんですよ、ね、お医者様でないとできないことももちろんあるんだけれども、うん、あのそうやって自分でもできることもまだまだたくさんあって。そうです ね, ね、そんな情報もきっとたくさん、はい、サロンには、はい、そうですね、あるんでしょうから、はい、プラチナエイジクラブではどんどんそういった情報を発信させていただきたいと思います、はい、元気で楽しい勝又さんがお待ちしておりますのでねはい、みんな本人もぜひお越しくださいませ。はい、新人さんお待ちしてます。はい、特に、はい、男性の方ね。そうなんです、ね、はい、よろしくお願いします。積極的にぜひご参加をいただきたいと思います。はい、はい、じゃあコーナータイトルもう一回ご紹介しておきましょうか。はい、はい、これから始まりますプラチナエイジクラブ、こちらはですね、毎週、毎月第3金曜日のこの時間に、放送させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、勝又さん、ありがとうございます。